よし、はい、今日の授業始めるぞ。あ、授業なんす、授業。今日授業やったんや。授業、あ、なんかみんなでこう盛り上がれるような話がある授業やったんや。俺じゃあ生徒なんや。俺は呼ばれ先生。あ、俺が先生。俺先生だ。今日はここに置いてある通り、まあいろいろね、インナーを用意しました。インナーね、これで今回の動画、まあ、タイトルとかサムネもあると思うんですけど、うん、まあ、インナー何がええのって結局。あ、そうやね、結局中身に来たらええのみたいな。こんだけいっぱいあるわけだからね。で、まあこう見えても、はいはいはい、僕もジンも結構レイヤリングっていうものにちゃんと意識してるんでね。そうやね、今回4種類用意しました。僕が持ってるのは RW の一発目に着る肌着ですね。肌着、うん、で、アンファッチ一発目に着る肌着。おー、で、僕はこれですね。ジオラインモンベルね。モンベルね。モンベルのジオラインっていう、まあ、うん、結構有名な肌着。有名やね、これ、うん、で、あとはアンダーアーマーですよ。ああね、アンダーアーマーのこれ多分コールドギアやと思うねんけど、うん、それぞれ特性があると思うんやけど、うん、まあどういうもんなんかっていうのをちょっと比較していこうかなと思います、うんうん、じゃあまず逆に言うとさ、うん、俺はこれのこと分かってるわけや、うん、でジンはこれのこと分かってるわけ。まあまあ一応こっちね、はい、だから俺は逆に分からんからちょっと触ってみよう。ああ、なるほどね、相手のやつはね、うん、そう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 、ね、これさ汗吸って出すタイプ、出すタイプ。あ、やっぱそうね。そうそうそう、これええやん。これ使ってる人多いんじゃないかな、結構。ああ、着圧タイプ。着圧タイプ。ああ、そっちなんや。なるほどね、うんうん、これ着圧ってどういう効果があるの。なんか引き締まってこう動かしやすくなる、結構良くなるとかそういう感じ感じだと思う。まあ密着してる方が絶対涼しいもんね、スポーツ選手は結構こうピタッてしてるじゃないですか、うん、野球とかもそうやけど。これモンベルか。モンベルですね。ジオライン、ジオライン。あ、これは逆にゆったりなんや。ゆったりです。まあまあちょっとピタ、あー、ちょっとピタぐらい。なるほどね。生地感は、うん、こういう感じですよ、まあ、薄い感じだね。うん、こういう感じですね、うん、薄いね。薄いですよな。そう、なるほどな。めっちゃ種類あるんですけどね、これも。ジオラインこれ何本ぐらいなの。5000円ぐらいだっけ。5000円もしないです、ね、安いよな。安いです、うん、これちなみに値段コスパは僕はいいと思ってるんで。で、これはそれは買う場所にもよると思うんですけど、定価は結構するんですね。これ1万円ぐらいする。1万円はいかないです。まあ8000円ぐらいしたようなイメージある。 Amazon とかで買うと柄とかデザインによっては安く買えたりする。まあセール品とか結構こういう感じ。うん、でも結構着圧やね。結構ピタッとする。で、中身がさ裏肝になってこういう感じ、うん、うん、もうそんな感じで。ちょっと大前提としてこれウェアのレイヤリングの話っていうのはもう別で先に出てると思う、はいはいはい、そっちを見てください、うん、で、はい、一応インナーだけで言うと、うん、汗吸うよね、うん、吸いますね、と、うん、それがすぐ乾くよねっていうのが、ね、うん、とよくあるちょっと汗吸って保温するタイプのものって運動しないことが前提なんだけど、うん、ああ、なるほどね。スノーボードって、うん、運動してリフトで冷えるっていうサイクルの繰り返しやね。はい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 。だからそれってうん、あ、もう授業終わりです。授業終わり。違うんだよ、これ昼休みやから。で、汗をかきっぱなしやと寒くなるわけ。まあそうやね、濡れてるからね。だから汗を吸ってそれを外に発散する機能っていうのが大事。なるほどね。それはこのインナーあたりも大事だし、もちろんこのインナーの次に着るセカンドレイヤーとか、うん、あとシェルっていう、うん、まあ、ウェアの機能も重要になってくるんだけど、うん、まあそれはまあそっちの動画で詳しく喋ります。なんせこいつに必要とされる能力としては、うん、汗を吸うよねっていうのとちょっと乾き早いよねっていう、うん、それはその2つが重要になってくるっていうのを最初に言っておきます。はい、まあ、僕の感じとしてはまあこんな感じかな。え、これ使い分けてるとかあるの。使い分けてますよ。こことここはほとんど気分で、まあでも最近着るのはこっちの方が僕多いです。うん、ゆったりしてる方がいいなって思っていたりしたので。ね、あったかそうで言うとこっちだよ。意外とね、寒いですよね。あ、そうなんや。意外と寒い。これ結構薄いよ。そう、薄いですよ。こっちの方が意外と僕の感じ方はですよ、うん、これ個人差はあると思うので、うん、もちろんあったかいんですけど、アンダーアーマーの方が寒い感じ。寒い感じがします。うん、うん、これはこれはちなみに同じジオライン、モンベルジオラインなんですけど、ちょっと厚で、中厚で。これなんか3種類あった確か。めっちゃええやん、ジオライン。薄で、中厚で、そこ選べんねや。そう、厚でってなって、うん、基本的にですよ、うん、これでいいです。あ、じゃあここまで厚いらん。これはほんまに寒い時だけでいいです。あー、なるほど。ヒートテックに近い感じで着れるんですよ。生地感、うん、こんな感じです。そうで、内側もこういう感じかな。うん、うん、いいね。普通に着るのは街着とかって絶対こっちです。てかもうこれでも暑い時あるんで。冬ずっとこれ着る。金これ着るっす。ああ、そうね。ほんなジオラインのこれ薄手ってやつ。薄手。あ、これええね。これ本当にいいっすよ。買いに行こうかな。これ本当にいいっす。あのコスパがすごいんで。その点で言うとこれ多分ジオラインのその薄手とアンファッチの UN1000 が似てると思う。これ腕通しですか。いいよ、まあ通してみて。あ、おーおー、まあこれサイズがあるやからあれやけど、
結構ゆったり。ゆったりかも。乾燥機かけんねん俺。でちょっと縮むこと前提にやってるけど。なるほどね。結局ここの丈の長さで選ぶから、うんうんうん、これ裏面こんな感じなんですよね。これグリッドタイプ。グリッド、これ見えるかな。グリッドタイプっていう、そう、こう生地がなんかつぶつぶしてる、つぶつぶしてるな、表面で見てもあみあみしてるやん、なってるっすね、グリッドタイプのやん、まあ、こういう感じなんや、ポーラテックを使ってるのよ、うん、ええやつやこれで、この REW も同じポーラテックなのよ、あ、同じなんですか、これしかも結構厚いっすね、そう、厚で厚ですね、だからグリッド一緒なんやけど、うん、要は厚みがちょっと違ったり、グリッドの目のサイズが違うみたいな、違うね、網目のその網目のサイズ感が違う、細かさ的なのがね、生地の厚みも違うけど、あーなるほどな、こっちの方が厚いし、うん、ぶっちゃけ俺もこれあんまり好き、あーやっぱりあったかすぎて、やっぱあったかすぎるっすよね、で、こっちは腕通してみて、あーね、腕とかはまだマシないけど、胸とかになるとちょっと着圧系やね、うん、あ、ちょっとピタッとしよう、ちょっとピタッとしよう、ここのたるみ具合ちゃうそうそうそう、ここもで、線とかになってくると結構ゆったり着れるし、俺は冬は滑り行こうがいかないよ、これを着てる、あ、普段からね、うん、あー、なるほどね、もうずっとこれを着てる、で、これ3枚ぐらい持っててずっとローテーションぐるぐる、まあ、そうそうそう、結構気になるのが、はいはい、この長さ、あー、まあこれサイズがちょっとちゃうから、ね、あ、まあそうやな、うん、まあ僕のこの S で言うと、まあ普通にこれぐらいですね、俺 L やね、うん、だから長さだいぶ違う、多分だいぶ長いと思う、スノーボードとかってこういう動きとかもやっぱあるからさ、はいはいはい、ちょっとこう長い方がいいよなって思って、あーなるほどね、ちょっと長めに作ってあんねん、だからあ、わざとね、そうそう、丈感がね、これも割と長い、 REW のインナーのいいところはそう、後ろだけ長いんや、この長さ違う、違うね、これだからスノーボード用として考えたら、やっぱこっちはどっちもそうですね、アンファッチはどっちかというと登山とかもそういうこと想定してたり、あー、うん、なるほど、するから結構アウトドアでっていう想定がアンファッチで、うんうん、まあもちろんスノーボーダーが作ってるんで、うんうん、スノーボードも想定されたけど、で REW はもうスノーボードっていうのをしてるから、もうほんまに街で着ることも想定したと思うけど、うん、やっぱ分厚いなっていうのが、確かにね、まあ、触った感じでも全然違うそうですね、そうそうそう、でもモンベルはいいね、だから僕はおすすめですけどね、買ってみようか、だからゆったりではないってことやな、でもピッチピチでもないんすよ、あ、ほんなら L サイズとか選んだらちょうどいいか、ちょうどいいぐらい、ジャストぐらいで着れる、だから多分アンファッチのポーラーテックとちょっと似てるんちゃうかな、な感じだとは思うんですけど、うん、あんまり LL もあれなんでまあ割とぴったりの方が好きなんで、でぴったり目で着てるっていうのもあるんですけど、僕はあ、じゃあやっぱもう薄手が一番多いな、僕は薄手がほとんど、中中これ1枚厚手なんか、なんか誰も着んへん、厚手は店員さんも、あ、着ないですって暑すぎて暑いんや言ってたんです、店員さんも言ってたんです、ほとんどこれ基本的に薄ですでいけるんで、まあ本当に寒い時だけこっち着てください、そう、店員さん自体も言ってました、モンベルの店員さんも薄手でほとんどいけますよ、なるほどね、友達も言ってました、ほぼ薄手です、あ、じゃあアンダーアーマーはもうこれでも予備になってる、最近予備になってる、予備になってる、あ、じゃあもうジオラインがだいぶメインになってきて、メインになってきて、ちょっと買い足そうかなと思ってるぐらいあ、もう今年って、あの去年来てめっちゃ気に入ってるんで、ねね、そんな感じ、なるほどな、うん、そういう使い分けか、そうっすね、じゃあ寒がりな人は逆に言うとこっちいいかも、だか女の子とかはこっちの方がいいんじゃん、うん、いいかもしれないですね、ジオラインの中でとか着るのもいいかも、うん、とか RE のこの厚めの方はね、うん、ダウンファッチの線やと、うん、寒いっていう子はいる、あ、女の子とかやっぱそうなんですね、うん、僕でもこれはたまに極寒の例えばほらマイナス15度とかなんかそういう時あるじゃないですか、山登り、うん、そういう時はちょっと寒いなって思う時あるんですよ、ああそうやな、うん、やっぱりこっちの方がいいかなと思う時はあります、あと汗っかきな人は厚手でダメかも、うん、ああ残しちゃうってことですか、その要は結局汗を出さなあかんから、うんうん、汗かきすぎるっていうことに関して言うと分厚いのはあんまり良くないよねっていう、逆にじゃあ薄めを着てた方がいいパターンもあるってことですか、うん、ただ暑いと汗を含める量が増えるから、うん、表面積自体は一緒やから汗の出ていくスピードってあんまり変わらんのちゃうかなと思うけど、うんうん、あ、そうか、乾くスピードとかさ、見たことある、うん、干してさ、乾くスピードが速いってことはこれ一晩で乾くやろ、だから、俺これ一回比較したことあるんだけど、やっぱり暑いと汗が乾くスピードを、俺こっちの方が遅いなって感じ、あー、やっぱその、洗って乾きづらいなって、そうだから乾きやすいってことは汗も出やすい、うん、し、うん、セカンドレイヤーが吸い上げやすいってことだから、うんうん、暑けりゃええってもんでもないし、うん、薄いと寒い、まあ、そうやねにもなるから難しい、うん、難しい、使ってかんとわからんよね、うん、まあ、僕のそう体的にはこの薄手で大体いけるかなって、うん、俺もさ、多分男の人は筋肉質やし筋肉で熱持つから、うん、こっちが多いんかなっていうイメージはあるけど、まあ、あとリフト乗る時間とか、ああなるほどね、まあ、風当たって寒い、あとゴンドラばっかやねんって人もと思うし、うんうん、そう、それで変わってくるよね、確かにね、状況に応じてやっぱ着替えるっていう感じで、なるほど、結構じゃあアンファッチとジオラインほぼイコールみたいな感覚、まあ似てるんじゃないですか、見た感じね、うん、そんな感じはあります、実際使うとどうなのかっていうところはまたレビューしたいな、うん、こ
っちの方が薄いな。薄いと思う。ジオラインの中手と薄手の間がアンパッチっていう、ね、確かにね、うん、この触った感じ。これはもうめっちゃ寒いところ向けかなと思います。そうですよね、分厚いですよね、うん、多分こいつとこいつが、でもこっちの方が薄い、分厚い気がする。あ、こっちの方が分厚いですね。だからこっちの方がもしかしたら厚いんかなっていう、グリッドやし、うんうんうん、ちなみにこのグリッドはどのサイズとか高さを変えれるらしいな、はいはい、あ、その作るときにね。そうで、はいはいはい、それで汗の吸うスピードとか吸う量とか動きやすさとか全部変わるらしくて、へえ、だからポーラーテックって言っても、うん、なんかグリッドある程度そのサイズ感いじれるらしくて。なるほどね、うん、グリッドが出てるわけやん、ちょぼちょぼが。はいはいはい、そしたらその間に空気の層が生まれるわけ。ああ、なるほどね。ピッチリ布がひっついてるんじゃなくて、ところどころついてることによって空気の層に熱が溜まるから、うんうん、高いみたいな。確かそんなやと思う。いや、でもそんなので言ったらこれがでも寒いっていうのも分からなくもないですよね。ピタッとしてるからこそ。そうやね、これもある程度だ空気の層を作る感じになってるし、ゆったりしてるから、うん、それもあるかなみたいな。そうやね、もちろんそのアンファッチは欲しいなっていう気持ちも僕はあるんですけど。どうなん、いやでも俺これ使ってみたい。コスパはすげえになってるんで、うん、コスパいい。僕はこれで選んでる。俺も普通に言うと買いに行く。なんか比較したい。そうやね、何がどう着てるとね、分かるっすよね。使い分けとか違いとか。ポーラーテック基本的に高いからね。そうそう、やっぱいいもの、まあ物はいいですけど、やっぱ値段もするから。1万ぐらいするし。でしょ、やっぱそうそう。これをだから1枚買うのに比べたらこれは2枚買えちゃう。これ何年ぐらい使ってる、ちなみに。これ1年か2年、そのシーズンぐらい。通算で100日以上着てると。ああ、なるほどね。なんかまだ使えるわっていう感じやから、うんうん、ポーラーテックやっぱ耐久性はあるんかなとは思ってる。まあ確かにね、やっぱり。耐久性とかも考える。でもこれも全然良さそうやけど。全然大丈夫です。なんか行きそうやけど。うん。2、3年は普通着れると思ってるんですけど。あと、ちなみに下もあるみたいだね、これは。うん、そうそう、これ俺、下も一応使ってる。下は俺、ヒートデックやからな、まだ。ハイシーズンはほぼほぼ履いてるね。あ、これね。うん。もう家の中、あの、もじもじくん格好で。家に、上下タイツして。着て、ちゃんと着て。まあまあ、でも。あと、めっちゃおもろいのがさ、わからん、このグリッドタイプやからなのかもしれんけど、はいはいはい、これ着てる方が疲れへん。こういう T シャツとか、パーカーとか、トレーナー着てるよりも、疲れへん。あー、なるほどな。肩が軽くなる。あ、そうなんすか。なんかピッチリしてて、グリッドのその伸縮のなんかあれがいい感じに働いてるみたいな、うん、って感じです。まあインナー僕らこういうの使ってますよっていうのと、はい、ちょっと比較してみたら、うんうん、あ、そういう感じなんやっていう、まあ、だから使い分けでおすすめのはやっぱモンベル、ジオラインか、まあ、アンファッチの繊維かなっていうって気はしますけどね、うん、まあ、もちろんアンダーマーとかこのね、ある意味おすすめではあるんですけど、だから自分が筋肉質で熱持ちやすいなって人はアンダーマーとかいいと思うし、逆に自分ちょっと寒がりやねんとか、はいはいはい、うん、そんな汗かかんしって人は、うんうん、この RW とか厚めでもいいかもしれないですね。そう、中めの中圧とかジオラインとかでいいと思うんで、うん、自分に合うインナー選んでみてください。なんせ汗を吸ってすぐ乾くよっていう性能のものを選んでみてください。そうやね、僕らがチョイスしてるのは、ね、この4つ、うんうん、アンファッチ、RW、モンベル、アダマっていうだけなんで、まあ他にもあると思うし、それもチェックしてみてください、うん、まあインナーめっちゃ大事なんで、結構この動画はいろんな人に見てほしいなと思ってるんで、インナー悩んでる友達とかいたらシェアしたりとか、ちょっと先生シェアしてもらえると助かります。はい、はい、じゃあ以上インナーの話でした。ゆりちゃんです、ありがとうございました。